いやはや、ずいぶんと高い山でござるな。あちらに見えるのは茶館では？ありがたい。しばし足を休めるといたそう。それにしても、やはり尋常の人々にとって、この大地というのは、気ままに旅をするには、あまりに過酷なのであろうな。でなければ、これほどの美形、とうに人並みに埋もれているはずだ。とうとう着いたでござる。おや、こんなところに東屋が。おお、あれは小食か。小食の風は高く、雲を払い、月をもてあそぶ、とはよく言ったものだ。こうしてはいられないでござる。急ぎ向かわれば。小食の町並みは風情が豊かだ。鮮やかな美しさの中に、人々の営みの熱気がある。さてと、もう少し回るでござるよ。うむ、鉱楼に登ると三山が同じ高さに見えて、また違った良さがあるな。家々の明かりでやんに浮かび上がる街並みもなかなか。さて、次はどこへ向かうべきか。これは、ほっほー、決まったでござるな。